ちは日本一の霊能者塩の山ライオンハートの三枝クララです。いつもありがとうございます。今日は2022年10月24日で、今日は今朝受けた啓示、これから起きること、紫の空ということを、まあ、今朝の啓示ですね、お伝えさせていただきます。それはね、私これね、過去にも私何回か伝えていて、今朝もね、こう改めてまたね、啓示を受けたんですけれども、それは空が紫になる日が来るということ。このね、紫の空っていうのは、イエス・キリストが再臨する日、空が紫になる、神の色になる、すべてが、というね、啓示を受けました。まあね、そこまではね、もうちょっと時間あるんですけれども、もう刻々々とその時が迫っています。それでね、私が初めてもう紫の空を見たっていうのは、もうずっとずっとね、前のことで、夫とね、知り合った時に、夫がね、こう空をね、こう紫の空をこう眺めている、まあ、それね、彼が前世でもね、見ている、まあ、彼はね、もちろんね、記憶に残ってないんですけども、彼は前世でも一度紫の空を見ていて、きっとね、神を見た時があったんだと思います。まあね、彼の洗礼名、フランシスコですので、それで今回ね、もういよいよね、この紫の空をこう啓示で私は見た。もう本当にこう神の再臨。まずね、ここでこう聖書についてのこう説明をしなくてはならないんですが、こう聖書には旧約聖書と新約聖書があります。この訳、この旧約新約の訳というのは約束の訳で、まあ、旧約は古い約束、こう旧約のね、こうモーゼとかいろんなね、こう大預言者が、まあ、今と同じですね。もう皆がね、こう神様のことを忘れている。それでこう預言者たちがこう嘆くんですね。そうすると神様が私の一人子をね、その地上に下ろすので、その時まで待ってて我慢してっていう、これがね、古い約束で、この神様のこう約束通りに、この地上に来てくださったのが、こうイエス・キリストです。それでこう、新約っていうのは、この新約聖書っていうのは、イエス・キリストの交渉外、メシアとしてね、公に生きた交渉外、それはたったね、3年ちょっとで、で、この3年ちょっとのことが、このギュッとね、この新約聖書に、弟子たちの証言によって残っていて、それで皆様ご存知の通り、イエス・キリストは十字架の上で亡くなって3日後に、蘇って、そこから光の体で、こう弟子たちとね、過ごして、またイエス様はこう今度は天の父のところに帰らなければならなくなった日に、この天のね、父のところに行ったら、みんなのね、こうお家を作って、そして準備ができたら迎えに来る。で、迎えに来る間、もうイエス様ね、本当はもうね、可愛い大好きなんですけども、みんなも私がいない間大変だと思うが、まあ、その間ね、私もね、紫のこのジュース、紫のこのブドウのお酒、赤いワインを私もこう我慢するから、みんなと頑張ってってね、もうイエス様はもう2000年以上もう断酒をしている。それでみんながね、その間怠けないように、悪魔をちょっとね、もうちょっとこの地上に置いとくから、みんな頑張ってねって言って、それで何千人もこう見ている子、みんなの前でこう天に上がったら、 We'll be back、 私は再びこの地上に戻ってくる。これが新約聖書の新しい約束、新約って言うんですけども、
新しい約束の再臨の日が刻々と近づいているということです。今日はね、皆様がこう一番こう興味のあるこう黙示録 の最後の方を読ませていただきます。新約聖書ヨハネの黙示録22章の1から5節。天使はまた神と子羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。川は都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に12回実を結び、毎月実を実らせる。そしてその木の葉は諸国の民の病を治す。もはや呪われるものは何一つない。神と子羊の玉座が都にあって、神のしもべたちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には神の名が記されている。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである。これはもう本当に新約聖書の最後のね、これクライマックスのこうシーンなんですが、私はこうこの時こう天を見上げると空が紫になっているのではないか、今朝のね啓示はそういうことだと思いますが、先日ね、太陽信仰はこう悪魔信仰だっていうところ、まあ、私が力がなくって、もうちょっとね、踏み込んだ説明ができなかったんですが、まあ、ここにね、もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。このね、このいつかはなくなる太陽、もうね、太陽はもう科学的にももう何万年か先にもうバーンって光が弾けて、その寿命はもうカウントダウンに入っている。もう太陽がなくなる時代も来るっていうのも、もうこれ科学的に分かっていることで、こういつかはなくなる太陽をね、拝ませるっていうことが、これ悪魔崇拝で、でも本当のこう神の時代になった時には、この太陽の光ももはやもういらない。それでならばね、日本人は太陽を拝んできたではないかっていうコメントもありましたけれども、この日本人がね、よくね、悪いことするとこうお天道様が見ている、これは太陽のことではなくって、このね、宇宙のすべてを作られた神様のこと。だからね、夜でもね、お天道様が見ているって言うと思います。これはこのね、物として実在する太陽のことではなく、もうこれらもいらない、もうそういうね、時代が来るということです。今日はね、今朝私が受けた啓示、紫の空、もうこれを私たちはね、目にする時が刻々と迫っているという啓示をお伝えさせていただきました。それから幾日か前にまた別のこう啓示も受けていて、これはね、やっぱり皆様に、私たちがね、見えないところで何が起きているのかっていうことを、やっぱり私たちはね、知らなければならないので、なるべくね、早くアップしたいと思いますが、私も忙しいんですじゃあそれでは今日はこの辺で、もうこういうね、こう週末の時代になると、もうカルトもね、特にね、こう聖書を使ったこうカルトもいっぱいね、いろんな誘惑がありますけれども、そういうね、誘惑にもこう陥らないように、こう神に祈りながら共に歩んでまいりましょう。それでは今日はこの辺で、またね、バイバイ、光あれ。何もしてあげられなくてごめんね、お散歩に連れ出したばかりにごめんね、今
今の私は赤いギターで歌うことしかできないけど、虹の橋のたもとで待ってて、いつか私もそこへ行くから、心のリードはもう離さない、一緒に虹を越えよう、一緒に虹を越えよう、一緒に虹を越えよう。